はい、アテネオリンピック日本代表の森高弘です。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回もシリーズ、今回背泳ぎですね、2回目になりますけども、前回背泳ぎの、進むというポイント、これはクロールの、逆バージョンになってきますけど、意識の仕方というのは一緒になるんですけども、背泳ぎはどうしてもね、この最初の部分でキャッチをぐーっと深くしたりとかして、そこで結構その本来スーッと進むところを止めてしまう、そこでブレが生じてしまってまっすぐ進まない、そして曲がるっていうところになってしまってます。でそして今回の一つの考え方として、ね、進むっていうところがあったとしても、ここでグッとなったら、皆さんも今やってもらえたら分かるんですけど、ここでそのままの意識と手を深くした時に持っていかれると体って持っていかれるんですよ。ってことは進む意識がここでなくなりますよね。っていうことは、前回の動画で空くんに右側に意識してごらんっていう、その状態になります。要は入水するために意識してるはずなのに、手にね、その体を持っていかれてしまう、要はタイヤを持っていかれてしまって、姿勢が崩れるってことがあります。で、今回はですね、ちょっと少し片手ドリルということでやるんですけど、これ、本来だとこう、クロールなら同じこう動画のパッケージの中でもいいんですけども、ちょっとストロークの軌道で背泳ぎにちょっと大事な、今のこの動きも大事なんですけど、このダブルアームと片手になった時にどうしてもね、動作を変えてしまう方がいますので、ちょっとここは分けさせてもらいましたので、ご覧いただけたらと思います。はい。で、今ここにテロップにありましたけど、片手ドリル交互の動きを入れていきます。で、意識っていうのは両手と同じ意識ができるといいと思います。で、何かというと、要はダブルアームが進む理由ってもちろんこういう形なんですよね。なのでもちろん進んでいきます。じゃあよくやってしまうんですけど、これ片手ドリルをやるときに、せっかくダブルアームがこういう形で進むわけですよ。ってなるのに、スイムになるといきなり手をこうやって奥に入れたりとか、さっき言った何度も言うように水を深く捕まえようとして、ダブルアームでやった時の軌道と別の動きを片手でやってしまう方がいます。なのでダブルアームでやった軌道と片手やる、要はスイムの軌道って全く一緒です。要は進むポイントだけ抑えられればいいわけです。ですからここなんて、深く掴もうか掴まない形を意識する必要ってないんです。要はちゃんとブレないための軌道に持ってきて、ここで進めばいいわけです。だからそこのポイントっていうことで、ちょっと片手を入れています。ちょっとゆっくりやりますよ。ここでまっすぐ進むと意識する中で、次の右で見ましょう。そういうの分かりやすいので、で、ここで やってしまうのは意外と下げてしまう。あ、一回でいいか。ここで終わりました。じゃあもう一回やりましょうか。いきますね。この軌道としてダブルアームと同じなので、このまま横に持ってきて、でここで進めばいいわけです。ですからこういう形にならない、そのままダブルアームの片手版です。軌道が一緒です。ただ片手をするんじゃなくて軌道が一緒です。そこを忘れないようにしていきましょう。特に上です。上この軌道が意外とサッと出て、要は早く柿に入ってしまう方がいるんで、こうやって水をここに、例えばこれがプールだとして、こっち壁だとしたら、こっちに水を流すような感じに、向こうにね、水を持っていくようにしてあげるといいかなと思います。はい、ではちょっと見てみましょうかね。さあ、片手ずつでまっすぐ進むということをやっていきます。こういうね、意識のところは変わりません。でも片手ずつやるのが難しいのがこのね、背泳ぎになっていきます。戻すときは上からでもいいです。こう上でも、どっちでも大丈夫です。ちょっと
フルグリしかない。ソラ君の場合はちょっと上から戻すと体が沈んじゃうのね。あえて下から戻しています。この時に横でいいんですよ。このまま横、同じ軌道、同じ軌道です。この軌道ですね。そう、ここの軌道が早く書きに行ってしまうと絶対ブレます。必ずダブルアームと同じ軌道で動いてあげると、結局肩甲骨がこういう風に動いてくれる。まあ、もちろんローリング入ってくるんで深く意識しなくても、ちゃんと手は横に動かしてもちゃんと深いところをキャッチできますからね。だから皆さんが深い水を探しに行く、要は掴みに行く必要はないです。そのために逆の手が上がってきたりとか、常にこういう動きですから、ね、これはこういう風に今、動画を見ていただいている方はこういった時に右手は見えると思うんですけど、左手が今隠れている状態はダメです。こういう形で、こうですね、こういう形のか、動作で入ってくると分かりやすいかなと思いますので、そのあたり気をつけて、ちょっと、指導風景もう少し見てみましょうかね。この必ず横に持っていくこの動作を覚えてください。そう、横に、そう、最初横に、横にです。しっかり動きっていうのを意識しながらやっていただけるといいかなと思います。でどうしてもね、こう手が早い段階でいってしまうとここ窮屈なんで、必ずこの外に持っていく感じっていうのをやると、この軌道として手が回しやすくなっていきますので、そこをちょっと気をつけてやってみてください。順序的にはダブルアームやって片手ドリル、してっていう順番になる。うん、やっぱダブルアームをやっぱ常に意識して合わせるっていうのは大事です。そうですね。結構背泳ぎで多いのは、背泳ぎのこの進む最後のポイントっていうところは、なんとなく皆さんイメージできるんですけど、クロールも最初にグッてやってしまうと力が入るって話をしたと思うんですけど、セーブの場合はどうしてもこう、マニュアルっぽく言うと、ここでキャッチをして水を使いましょうって結構教わってる方が結構多くて、その原因が体がぶれたりとか動きを止めてしまう原因になるので、なのでそこはちょっと気をつけてほしくて、そこはすんなりさっとこう自転車でと最初パッと漕いであげた方が、次のストローク、要は進むポイントにいち早く手来た方が進むわけですから、進まないところに時間持っていったらその分で体ぶれるので、そこはさっとこうダブルアームの動きの中でこう、進む方向に来てくれるとすごくいいかなと思います。あとその水を掴むっていう感覚を、やっぱ得られる、より得たいみたいなトレーニング方法としてやっぱパドルとか使うのがやっぱです。パドルも結局パドルをつけたから掴むって感じにはならなくて、あれって要は重いか重くないかだけになってくるんですよ。で、もちろん、ストロークが良くなってつけて、でそこに対してパワーアップをするというところがいいんですけど、結局力が入る、要は掴めるか掴めないかって目線なんですよ。結局例えばこれやってもらったら分かるんですけど、顎を上げてダブルアーム、顎をちょっと引いてダブルアーム、もっと引いてやる形で、いくつかパターンをやると力の入り方違うんですよ。だから力を入れるのを手の力で持っていくんじゃなくて、まずそんなにこう入れなくても目線を変えたら、なんかこのポイントだったらなんかさっきより力入ったぞっていうところが分かってくる。あとちょっとそこに力を加える、でそれをよりパワーアップするところにパドルっていう風になってくるんで、だからちょっとその掴むためのパドルっていう風にならない方がいいかなと思います。チャンネル登録をしていただけると新しい動画をいち早くメールの方に届くようになっています。登録している方はすぐ届きますし、登録してない人は一生懸命探さなきゃいけない、少しでも悩みぜひ改善をしていただければと思います。動画が良かったなと思ったらぜひいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。